流飛鉄鋼は、ヒ素と鉄の硫化鉱物。ヒ素の代表的な鉱石鉱物である。古くは、毒砂とも呼ばれた。流飛鉄鋼を焼くとヒ素が分離して、猛毒である、アヒ酸ができる。アヒ酸は、宮崎県高千穂町トロクの鉱毒事件の原因として有名である。流飛鉄鋼そのものには、毒性はないが、表面には、風化によって片ヒ素化など有害なヒ素化合物が、 生成、付着している、可能性がある。できる限り素手での取り扱いは避けるべきであり、やむを得ず、取り扱った際は手の洗浄を行う。英名のアーシノプイライトは、ヒ素を含んだ気鉄鋼の一種という当時の認識に由来する。化学組成はファス。純粋なものは、鉄34.3%、ヒ素46%、硫黄19.7%の割合である。 また、鉄の一部はコバルトもしくはニッケルで置き換えられ、コバルトの割合が大きい種類のグローコドーとアラガネとの間に連続的な固有体を作る。結晶系は単写象系に属するが、通常、偽写包送系のひしもち型か、ひし型中条の結晶で算出される。モースコードは5.5から6。比重は5.9から6.2。液界は中条で、段口は 不平坦。結晶は金属光沢があり、色は銀白、広灰色で灰色にまたは黄色に変色する。上根は海黒色。熱水鉱床やスカルン鉱床に広く散し、他の硫化鉱物と共存することが多い。ハンマーで叩くと、ヒ素特有のニンニクに似た悪臭がする。また、硝酸を加えると分解して、海面質の溶を析出する。 日本の大平鉱山では、長中上の結晶が散したことで有名である。オーストラリアのアッテリー鉱山にあるレンガ製のアヒサン、小生炉跡。レンガにはアヒサンが付着している。用途として最も使用されるのがアヒサンの製造である。アヒサンは古くから知られていた猛毒だが、ガラスの艶消しや緑色顔料、そして農薬、殺虫剤として大量に用いられていた。 アヒさんは、小釜などで賠償することで得られる。金、銅、鈴、タングステン、アンチモン等を採掘する鉱山においては、流飛鉄鉱が付随して産出することが多かった。このため、これらの成功あるいは地金の他に、死境の変化を観測して、副産物としてアヒさんの生産に努める鉱山も多かった。笹型に鉱山で製造された岩見銀山ネズミ鳥のように、 江戸時代にはすでに生産が行われていたとみられるが、日本各地の鉱山でアヒ酸の生産が本格化したのは、ドイツからの化学薬品輸入が途絶えた第一次世界大戦以降である。第一次大戦後にはアメリカにおいて、綿花や家畜用の殺虫剤としてアヒ酸の需要が高まり、大戦終結で経営難に陥っていた流飛鉄鉱を産出する日本各地の金属鉱山が、 再建策として、アヒさんの生産に着手することが多かった。足尾銅山では、銅などの精錬によって出る培人を電気修人機で回収し、無害な方法でのアヒさんの分離に成功していたが、他の鉱山では下に記すような原始的な製造法を用いていた。これらの多くは陶芸に用いられるのぼり釜に酷似した原始的な小生炉が用いられた。 一番下の段に砕いた流飛鉄鋼と燃料の混合物を入れて燃焼し、発生するアヒ酸を含むバイエンを海岸上に区切った収集室に引き寄せ、アヒ酸の結晶を収集した。この蘇生炉で得られるアヒ酸は純度が低いため燃料にコークスを用いた生成炉で再度燃焼させ、純度を高めて出荷した。この方法では媒塩からアヒ酸を完全に収集することは、 不可能であり、アリューガス等も含む梅園は一番冗談から吐き出されることになった。排出された梅園は周辺の山林を枯らしたほか、アヒさんの収集も収集室に人が入って行うために労働者もアヒさんに暴露されることとなった。鉱山によっては先行の全処理として、あ、日焼けを行い、水で鉱石を冷却した後、比重先行を行った。 ケースもあり、この場合は、排水に多量のアヒ酸が流出することとなった。この方式は日本だけでなく、海外の鉱山でも見られ、オーストラリアニューサウスウェールズ州エミビルの旧アッテリー、鉱山には、レンガ作りのアヒ酸さん小生炉の残骸が史跡として残されている。日本では1970年代に、すでに廃坑となった各地のヒソ鉱山で、郊外防止工事が行われ、 その際にアヒサン小生炉はすべて撤去されている。鉱山の周辺で盛んに、あ、ヒ焼きが行われていたが、深刻な鉱毒被害を引き起こしたことで現在は見ることはない。現在では、精錬時に発生する培炎を囚人機にかけた後、このゴミからアヒサンを回収することが多い。その他、花火の材料や鉛と混ぜて、弾丸用の合金の原料に用いられる。ありがとうございます。